ジュリオ・ドゥーエは、イタリア王国の陸軍軍人、軍事学者である。最終階級は、陸軍少将。著書、西空は、世界的な反響を予備戦略爆撃の思想に、影響を与えた。1869年5月30日、イタリア王国南部カゼルタで生まれた。民間の大学を卒業後、陸軍に入隊する。1888年法廷科士官学校を、 卒業。陸軍大学校を卒業し、鳥の工科大学で電気工学を専攻して卒業する。この頃に、軍用性型エンジンの研究、自動車化部隊の運用についての研究を行っている。1900年、イタリア陸軍参謀本部に配属された。1909年、空軍力の運用についての論文を発表する。1911年9月に、井戸戦争が起こる。 1912年鳥の陸軍第一飛行大隊に臨時大隊長として転属しリビア爆撃に参加する。戦後デューエは爆撃専用機の必要性を解き、設計者と協力してイタリア発の3発式爆撃機の開発に成功した。1914年第一次世界大戦が始まり、デューエはミラノ師団参謀長に部任された。 航空戦力の運用をめぐり参謀本部と激しく対立し、1916年陸軍大臣に求められて意見上進するも、戦争の指導と航空戦力の運用について政府を批判したとして、軍法会議で1年の禁錮刑に処せられ、予備役に編入される。1918年、ドゥーへの正当性が後の戦況から認められ、現役に復帰して名誉を回復する。 陸軍航空局技術部長に就任したが、ドゥーエは、権限の不備という職務上の不満から辞職する。1921年少々に昇進、航空委員に就任するが、数ヶ月で辞職した。1921年航空戦力の本質を、構成として空中からの決定的破壊攻撃をといたドゥーエの制空が発汗され、世界的反響を生んだ。また、イタリアは、 都市部に極端に人口が集中していたため、戦略爆撃をされると1ヶ月でイタリアは戦争の続行が不可能になると指摘した。1926年以降、空軍時間の誘いで航空問題の啓蒙活動に携わった。1930年2月15日、ローマで死去する。ドゥエの構想は空軍で攻撃を行い、地上で防御を行うというものであった。 本来防衛的地上作戦成果より構成を本質とする航空戦力により空中から敏速に決定的な破壊攻撃を連続し敵のもの心の両面の資源破壊により勝利すべきと主張したこれからの戦争は兵士民間人に区別はない総力戦であり空爆で民衆にパニックを起こせば自己保存の本能に突き動かされ戦争の終結を 要求するようになるという、テロ効果を強調して、無差別爆撃論を提唱した。最小限の基盤である、民間人に決定的な攻撃が向けられ戦争は、長続きしない、長期的に見れば流血が少なくするのでこのような未来戦ははるかに人道的だという。リューは、人口密集地の住民への攻撃手段として、高性能爆弾、焼夷弾、毒ガス弾の例を挙げている。 ドゥーエの制空権獲得徹底第一主義は航空撃滅に終始して航空戦力を撃滅し航空優勢の保持による地上作戦を想定していた。ドゥーエやウィリアム・ミッチェルに代表される制空獲得、制戦略的用地攻撃を重視するには戦略爆撃部隊の保持が好ましく1930年代には技術的にも可能となり列強は文化比率で 爆撃機を重視するようになった。新井新一、空爆の歴史、終わらない大量虐殺、岩波新書11ページ、戦死総書52、陸軍航空の軍備と運用昭和13年初期までに133ページ、戦死総書52、陸軍航空の軍備と運用昭和13年初期まで59、233ページ、新井新一、空爆の歴史、 終わらない大量虐殺、岩波新書9から10ページ、戦死総書52、陸軍航空の軍備と運用書は13年初期まで553ページ、戦死総書52、陸軍航空の軍備と運用書は13年初期まで373ページ。ありがとうございます。